ヘッドライン愛媛。今朝にかけて愛媛県内4つの地点で1時間あたり雨量が30ミリを超える激しい雨を観測しました。県内では雨が降り続いていますが、明日明け方にかけては局地的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。気象台は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水に十分気をつけるよう呼びかけています。この大雨の中、松山市堀之内の白山公園では今朝、高さおよそ20メートルの黒松の大木が根元から倒れているのが見つかりました。怪我人はいませんでした。大雨で地盤が緩んで倒れたとみられています。今日から7月、西日本最高峰の石鎚山では本格的な夏山シーズンの到来を告げるお山開きが今日始まりました。お山開きは今月10日まで行われ、石鎚神社では期間中1万人の人出を見込んでいます。短冊には園児たちのさまざまな夢や願い事が書かれています。7月7日の七夕を前に、 JR 松山駅には高さ5メートルのジャンボな七夕飾りがお目見えしました。この七夕飾りは今月7日まで駅のホームに設置されています。ヘッドライン愛媛でした。